とともに公開を直前に控えた今のお気持ちというのをお聞かせいただけますでしょうか。はじめに北斎の青年期を演じました柳楽優弥さん、お願いします。本当に本日はこういう時期にもかかわらずありがとうございます。やっぱりコロナで、こう1年延期になりましたが、いやこれもこの作品の持っている運命だと思って、本当にこの時期に公開できているっていうことにとても意味があるなって強く感じます。ありがとうございます。はい、北斎の老年期を演じました田中泯さん、お願いいたします。皆さん、ようこそいらっしゃいました。年相と言いますか、老年期、ジジイ北斎をやらせてもらいました。あと2日で、公開ということですが、かなり、緊張しているような気がします。まだ間に合います。これからどうぞ宣伝の方をご協力お願いいたしたいと思います。老年期の北斎と志を共にし良きパートナーとなった下作者柳亭種彦を演じました永山瑛太さん、お願いいたします。どうも、永山瑛太です。映画見させていただいたんですけど、本当に柳楽優弥さん、田中泯さん演じられる北斎が本当に素晴らしくて、生きるエネルギーを本当にたくさんいただきました。本当に、皆さん、たくさんの方に見ていただきたいです。本当に滝本さんもすごい素晴らしくて、監督も本当に素晴らしくて、玉木君は、言葉を続けなさい。よろしくお願いします。おい、なんだ。はい、ありがとうございます。さて、続いては江戸中に名を馳せた美人画の大家、北川歌麿を演じました玉木宏さんです。お願いいたします。皆様、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。北斎同様に、歌麿も本当に言わずと知れた絵師だと思うのですが、本当に僕も映画を見させていただいて、すごく静かなんだけど強くてパワーのある映画だと思っておりまして、ようやく公開できることをすごく嬉しく思っております。本日はよろしくお願いします。北斎を支える良妻コトを演じました滝本美織さん、お願いいたします。はい、皆さん今日はお集まりいただきましてありがとうございます。滝本美織です。劇中で私はほぼ柳楽さんとのシーンがほとんどだったので、こうしてキャストの皆さんとお会いできて今日はとても嬉しく思ってます。なんかこういう時期だからこそこうやって人と会える喜びを改めてこう噛みしめています。映画も本当に今を生き抜く力に通ずるテーマがあると思います。ぜひよろしくお願いします。映画の中で玉木さんが演じる歌麿が幕府に捕まってしまった時、そして永山さんが演じる種彦が罰せられてしまった時、そんな時も北斎はこんな日だからこそ描くというふうに絵を描き続けるシーンがあります。現在はね、監督からもあったように一部エリアで緊急事態宣言下だったりと、まさにこんな日というのが続いているますけれども、皆様にとってこんな日だからこそやり遂げたいことというものがありましたら教えてください。永山さん、いかがですか。はい、そうですね、ちょっと初めの挨拶で玉木宏君に対してちょっと冗談みたいなものがうまく表現できなかったんですけど紹介される前に言われたからね、はい、すいません。玉木君は本当素晴らしい俳優です。いや、取ってつけたように言わなくていい。そうですね、こんな日だからこそ実際今はもちろん撮影現場に行ってもいろいろ気を使いながらお芝居をするんですけれど、もちろん本番ではマスクを外して思い切りセリフを吐く、そしてワンカットワンカットをスタッフキャストの皆さんで丁寧に作り上げていくという仕事といいますか、なりわいに携わっていまして、その上で、僕はやっぱり、こんな日だからこそ僕は
まあ、もちろんいろいろなたくさんの人のケアがあってのことですけど、やっぱり毎日、誠心誠意やっぱ芝居を、マスクを外して思いっきり芝居をして、日本中の皆さんを明るい、少しでも明るい気持ちにすることができたらいいなと思って毎日生きてます。